どうも、しゅんです。こんにちは。さいちさんと高健さんです。はい、こちらのお二人は特殊な経歴、特殊というかさいちさんは三流をされてて就職浪人中なんですよね。でこちらの高健さんは留年を1回して外資系の某 IT 会社に勤めている方です。そうです。浪人と留年は就活に関係あるのっていうことでやっていこうと今日は思っております。高健さんは就活に成功されたじゃないですか。はい、まあ成功というか入れました、無事会社にね、はい、留年したのに。で留年ってやっぱり就活に関係ありました？いや、あんま関係なかったですね。全く関係なかったですか？僕の場合全く関係なかったですね。でもあんまり影響なく行きたい企業に行けたっていうことですか？まあそうですね、面接で言うと40回ぐらいかな、就活通して面接したんですけど、はい、してもらったんですけど、まあその中で詰められたのが1回。じゃあ一番行きたかった会社には行けたっていう。行けてます。留年されたあの画面の向こうの、 あの方たちは気にしないでいいっていうことでしょうか？まあそうですね、まあ、それをどうやって言うかみたいなね、後で話せればいいですね。はい、二流ぐらいから苦しくなるでー俺今めっちゃ悩んでるもん。だって三流ってどう転んでも無理じゃない？ちなみになんで三流したんですか？単位やったりないから。あ、やっぱり。そうそう、計画的に単位落としたって。全然フルパワーで留年してうわーって留年してまずいな、お母さんに絶対見られたくないからちゃんとクズじゃないですかこれは二流以上は全員クズに決まってんじゃん。一つ扱いになっちゃう。一つ扱いになっちゃう。二以上行くと一つ扱いになっちゃう。そうなんですか。一年浪人してたら、うん、一流までしかできない。プラス2年以上すると新卒ってなくなっちゃう。あ、まあ日本の会社だったら大学出てね、その出たら新卒みたいなもんだから。ああ、じゃあもうグレーゾーンというか、グレーゾーン、グレーゾーン確認されてるっていう感じなんですね。そうですね。あとは単純にその人口が少なすぎる単純にそんなこんな人口いないんでわざわざ対応しないから。 OB 訪問って何がいいんですか？何がいいかっていうと、就活生ってもう入りたい、はい、入りたいじゃないですか。はい、で OB って別に会社に入るにはっていうことじゃなくて、その働いててどう思うかとか、はい、そういうことを感じてて、それを日々そのまま感じてるから、それを聞くっていうのがすごいズレを直せる、はい、なるほど。働いた後までイメージができるきっかけになるというか、はい、なるし、かつ見てる景色が全然違う、うん、就活で入りたいっていう僕らって見てる景色が全然違うんで、はい、そこのギャップを埋められるっていうのはいいかもしれないですね。なるほど。ちなみにガクトさんは OB 訪問はされましたか？はい、してると思う。してると思う。うん、でもなんかよくわかんない、緊張で覚えてない緊張した2人いんだもん。意外とすげえド緊張するタイプ。あ、そうなんだ。可愛いところあるじゃないですか。もうブルブル震えてきた。え、逆に今される側ですよね、高健さんは。そうですね、される側ですね。就活生が何人か来て御社に働いてみて、入社前と入社後のギャップはありましたかみたいな質問を。そうですね、されるってことですよね。はい、よくあるのはやっぱどういう業界他に見ていたかの話とか、まあ、あとは今僕はこういう軸でやってるんですけど、それって会社に入った後その軸って合いますかねみたいな質問とかが多いですかね。軸とかはそんなに面接官じゃないと分からないですね。いや、めちゃめちゃ大事ですって思って。あ、やっぱり軸を作っておくのはすごい大事で、なん、はい、でかっていうと、自分の入りたい会社を適当に並べて、じゃあおもちゃメーカー入りたいです、ゲームの会社入りたいです、でも銀行も受けてます、滑り止めにみたいな、はい、じゃあこれどうやって説明するのみたいな、はい、それお前が入りたいだけやみたいな、面接官に思われちゃうじゃないです か、はい、だかそこを克服するためにこう軸、どういう軸っていうのが必要で、うん、そうなんですよね。でその軸みたいな部分がすごい大事になってくる、はい、確かに面接官を納得させなきゃいけないんですね。あ、そうなぜうちじゃないとダメなのかっていう部分で軸が大事っていうこと。ガクトさん、全然話変わるんですけど、はい、鼻息荒くないですか？ね、シンプルに太ってると鼻息でかになるね。業界研究をするときに、はい、業界研究って業界研究向けの就活生向けの本ってあるじゃないですか。はい、就活生読んどけこの本っていう。僕はどっちかってそっちを読むんじゃなくて、はい、その業界の人たちが見てると同じような情報なんだろうなっていうのを見たのと、はい、あとは業界、僕は IT 系だったんで、はい、IT のその関係する技術の部分の本をちょっと読んでおいて、そういう技術があるからその上に乗ってるいろんな会社がこういう特徴があるんだなみたいなように見ました。だから会社ベースで見るっていうのはどっちかっていうと、そのちゃんと基礎を固めする、もっとコアのどの会社も共通する、例えばビジネスモデルの部分とか、はい、あとはなんだろう、僕 IT なんて技術の部分とか、その辺をちょっとかじって、はい、その辺の基礎があってからの会社の違いみたいのを見るようにする。なるほど、いいと思います。それいいですね。じゃあ日経新聞とかもまた違う。あ、日経新聞とかいいと思いますよ。すごいと思います。僕ニュースピックスだった。あ、ニュースピックス、はい、あの学生割みたいなの。学生割使ってました。課金して、その会社の名前をもうほぼ毎日ニュースピックスに入れて新しい記事出ないか見てました。ああ、いいっすねそれ、うん、それはいいと思います。普通に別にスマートニュースでもグノシーでも、はい、何でもいいんですけど、検索画面に自分の興味ある会社の名前は
まあ毎日とは言わずに3日に1回は入れて、新しいニュース出てないか毎日チェックする、はい、記事チェックすると分かんないこといっぱい出るじゃないですか、はい、でその分かんないこと出たら一個一個調べるっていうようにしていくと、はい、次のニュース読んだ時にどんどん分かるようになってくるから、確かにそれいいですね。ニュースピックとかでその行きたい会社とか業界を調べるっていう、定期的に調べるっていうのはいいと思います。あとニュースピックスの有料会員って、はい、みんな意外と知らないと思うんですけど、ニュースピックスで企業名打って、その企業のニュースピックスの上の企業名打ったと出てくる上のタブがあるんですけど、はい、そのタブのところの上の企業ってボタンを押して、はい、企業を打つと、その上場企業だったら、うん、その会社の情報のが全部見れるようになってるんですよね。なんて言うんだろう、その会社の売上高の推移とか、あ、決算とか、決算、競合を売上高の推移、うん、あとなんだっけ、その事業のセグメントの割合、これ結構大事なんです。もうニュースピックスだけでもう企業研究できるってことですね。できます、できます、全然。で、そもそもニュースピックス、別にニュースピックス社から金はもらってないんですけど、はい、ニュースピックスってスピーダっていう企業のデータベースをやってるユーザーベースっていう会社のグループだから、はい、その企業のデータベースのにすごい強いグループ会社なんですよ、はい、なるほど。そうそうそう、だからニュースピックスの情報っていうのは結構いい。なるほど、適してるんですね。そう、適してる、適してる、研究に、そうと思います。めちゃくちゃ参考になる、それはいいですね。使った方がいいですね。ということで、まあ、まとめますと、あの、なんていう、就職にその一流とかなら、まあ、そんなに関係ないかなっていう、一流一流は基本的に就職には関係ない。2年までね、2年までプラスまでは関係ないのかなっていう、うん、3年、合計3年はやっぱまあ、特殊な例になってくると思う。じゃあ、ガクトさんは今年が勝負の年っていう。まあ、去年もだね引き続き勝負の年ということで、そう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 、毎年全力って感じ。ということで、今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあ、イエーイ、ありがとうございます。